いよいよ始まりました KOF ステーションチャンネル14、番組 MC を務めさせていただきます、声優界最強の KOF プレイヤー声優の市木光弘です。はい、そして皆さん、はい、こんにちは、同じく MC を務めます声優の前野智明です。さあこの番組ではですね、はい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 、8月発売の KOF 14の最新情報をどこよりもいち早くお届けしていきたいと思います。なるほど。しかもなんと字幕付きの英語版も同時配信するらしいんですよ。これなんですって。じゃあせっかくなんで英語で自己紹介をしていきましょう。やりましょう、はい、英語ですね。英語です、英語ですよ、はい、ハロー、 ハロー、 I'm 光弘一輝。ハロー、 I'm 智明前のどないしたんや。ちょいちょい入れてくるんですよ。いやいやいや、KOF のセリフですけどね、はいはい、さすがですね。これ海外の人気も高い。そうなんですよ、 KOF シリーズといえば。ということでですね、我々 KOF 好きな2人が、うん、KOF 14の最新情報をお届けしていきます。はい、それではまずはこちらのコーナーです。はい、まずはですね、はいはい、KOF 14の最新情報を紹介していきますが、なんと巷では、はい、巷であの草薙京の声優が変更になったのではと、ここにね、ファンの間では噂になっているんですけれども、はい、本日なんと草薙京の新しい声優を発表したいと思います、うん、いや一体誰なんだろうな。誰なんですか、ね、誰だろうな。まあ TV 見てる感じだけど、でも確かに変わってるです。僕でもね、聞いたことある、うん、聞いたことある。お、はい、じゃあちょっと前野さんの予想をね、もう行きましょう。誰だと思います。うん、私です。本当にねえ。いろいろあった、いろいろあった、いろいろありました。あのいろいろあ、これまでね、あの KOF をずっと遊ばせていただいたユーザーの、うん、としては、あのいろんな思いがあったんですけれども、いろんな思いがあって、あの、まあ、いろんなこともありつつも、僕のできる限りで草薙京を演じさせていただくことになりまして、はい、でも、はい、ちょっと分かってた俺も。あれ、この声俺知ってる、だって知ってる。 DV とか見てる、なんかそんな、特に技を張り上げた時の声とか、あ、この声知ってる。そうですよね、そうなんですよ。あのいろいろ本当にあの、ね、僕も一ユーザーとして複雑な思いもあったんですが、あの僕のできる限りで草薙京を演じさせていただこうと思いますので、ユーザーの皆様、今後ともどうか草薙京の応援をどうかよろしくお願いいたします。さあそれではここで、はいはい、KOF 14の開発者の皆さんをお招きして最新情報を紹介していきたいと思います。はい、はい、KOF 14のプロデューサーの小田です。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。 KOF 14のゲームデザイナーの渡辺です。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします、渡辺さんです。そして、KOF 14アートディレクターの黒木と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。黒木さんです。お願いします。はい、KOF 14サウンドディレクターの浅中です。よろしくお願いします。浅中さんです。よろしくお願いします。それでは早速、はいはい、開発の方たちといろいろお話をしていきたいと思います。そうですね、いろいろ聞きたいですね。じゃあまずは KOF 14を開発する上で苦労された点など。苦労された点、はい、順番にじゃあお伺いします。そうですね、はい、もうゼロからのスタートだったんで、もうそれこそ、はい、そうですね、人集めから始めましたんで。あ、そう、人集めから、はい、開発チームを、まあ、はい、作るところか ら, ころからゲームを作るではなく、その手前から。手前からです。なるほど。で、まあボリュームもちょっと、はいはい、キャラクターの数からしてももはや、そうですね、激しいボリュームになってますよね、はい、まあ、全て苦労したとしかも言えないですし、はい、まあ、まだまだその苦労は続いてるんですけど、はい、頑張ってる最中です、はい、うん、なるほど。では続きます、渡辺さん。渡辺さん、はい、ですね、 3D 化したということでですね、はい、従来の KOF のプレイヤーが、プレイしても違和感のないように、従来の KOF と同じような操作感で、はい、今回のゲームを作っていくっていうところが、ものすごく苦労しました。確かに今まで 2D でしたからね。そうですね、なるほど。黒木さん、お願いします。はい、ゲーム開発者にはなかなかわからないと思うんですけども、はい、あのフル HD で60フレームで、はい、ゲームを回すって結構大変なんですね。それがすごく専門的すぎてわからないです。具体的に どういう具合で大変なんですか。なかなか他のゲームでも60フレームで動いてるのって少ないと思うんですけど、そうですね、はい、カットゲームは最低60ないとダメなので、はい、それが PS4 といえども結構大変なんです、ね、なるほど、はい、ありがとうございます、はい、では浅中さんお願いします。はい、今回 3D ということで、はいはい、まあ、サウンドのとこどうしようかなって悩んだところもあるんですけども、うん、まあ、これまで通りのKOF の作り方でいこうというふうに考え、
って望んだものの、はい、やっぱり 3D になったことによって、ね、動きが滑らかになって、まあ、そうですよね、はい、うん、3D の環境で音を当ててると圧倒的に音が足りないんですよ。音が足りない、はい、そういうことになるんだ。どうしても違和感を感じてしまう、はい、そこをどこまで埋めていくかというのが、まあ、膨大なボリュームだったので、はい、一つのアクションに音を当てるとそれかける50になるので、なるほど、はい、まあそういうことですよね。ではですね、8月発売ということで、はいはい、ファンの皆さんにぜひ見てほしいポイント、ね、もう発売間もなくですけれども、まあ、あの家庭用ということで、はい、今回、結構じっくり遊べると思うんですね、はい、あのそれをじっくり遊べる期間確実に満足していただけるだけのコンテンツというかボリュームといいますか、いろんな要素を、詰め込みましたので、はい、まあ、全部見ていただきたいんですけど、どこかに買っていただいたお客さんのこうハマるポイントがあると思いますので、そこをこう見つけながら楽しんでいただければと思います。ありがとうございます。はい、田辺さん、はい、50キャラクターそれぞれ、マックス超必殺技と、クライマックス超必殺技、はい、それぞれにかっこいいカメラワークが入っていますので、その辺もちょっと注目して見ていただきたいなと思っております。確かに過去にはなかった。なかったですね。そうですね。3D でやったことやっと実現できたことなんで、うん、しっかりと見ていただきたいなと。なるほど。黒木さんお願いします。はい、KOF といえばそのキャラクターが魅力の一つだと思うんですけども、うん、はい、今回あの 50キャラもいるということで、はい、あの可愛らしいキャラクターからおじいさんまでいろんな個性強いキャラいっぱい幅広かったですね、はい、いろんな好みに合ったキャラクターがいると思いますので楽しんでいただけると思います。キャラの多さに、はい、ありがとうございます。最後田中さんお願いします、はい、これまでの KOF の歴史というのを踏まえて、はい、まあ、作ってはいるんですけれども、はい、そこはやっぱり新しい要素もいくつか仕込んでいます。今回 PS4 ということでですね、はい、そうですね、PS4 ってパッドでスピーカーがついてるじゃないですか。ついてますね、ついてますよ。そこでしかならない音声というのが実はありまして、パッドでしかならない音声、はい、え、じゃあアーケードコントローラーでジョイスティックだとならない可能性もある。なので、はい、たまにはパッドでも楽しんでいただいて、ちょっと遊んでみてってことで遊び替えてみていただけると、発売が楽しみな KOF14 ですが、はい、なんと本日は初公開の開幕デモムービー、開幕デモムービー、こういう開幕デモムービーはい、ご用意いたしましたので、こちらをぜひご覧ください。どうぞ。ファイターの諸君、チャンピオンベルトはここにある。奪いに来い、ザ・キングオブファイター、開幕である。はぁ、重くそプロローグって感じだね。目に描いたプロローグでしたね。こっから始まるって感じだね。始めるぞ序章でしたけれど、で、はい、問題は、はい、あのガチムチさん、あのハマキみたいな書いてたやつ誰だっけ、誰だと、誰だったんだって。彼が今回の主催者のアントノフ主催者、なんかその KOF はやっぱりその招待状が、そうですね、届いてみたいなのが始まりますよね。今までこう R みたいなのがあったんですけど、今回は、はい、A でしたもんね、まあ、今回初めて招待者の名前、あ、そうだ、ちゃんとこれも発表してる正式公開の主催者が送ってきたよ。はい、アントノフ何者なんですか。確かに、まあ、全ては今ここで語れないんですけど、まあ、そうです、まあ、もちろんそうでしょう。とにかくあの、ね、愛嬌のあるキャラクターなんで。愛嬌のあるキャラクター皆さん愛嬌のあるキャラクター皆さんに愛されればいいなと思って、これ期待ですね。そういう枠になるのかどうか、アントノフも期待ですね。そうです、なるほど、わかります。まあ、それはもう発売を楽しみに、そうですね、ということですね。さあ、ここからはですね、さらに最新情報として、はい、現在日本国内で開催しているイベント体験会や、はいはい、アメリカの E3 で使用される最新バージョンの体験版のキャラクターを開発の方たちと一緒にご紹介していきたいと思います。ということで今回は特別にトレーニングモードも用意していただいていますので、一木さんにプレイしていただきながら紹介していきたいと思います。よし、頑張ります。はい、これまでの体験版はですね24体使用できましたが、最新バージョンではなんと36体使用できますので、追加された12体を紹介していきたいと思います。はい、さあ、それではですね、はい、12キャラクターの紹介ということで、ほうほう、まあ、簡単にはございますけれども、はい、まあ、通常技、うん、や必殺技、うん、超必殺技、うん、マックス超必殺技、うん、クライマックス超必殺技と、これご覧いただきたいと思うようになります。まあ、あの必殺技、超必殺技は分かるとしてもですよ、まあ、そうですね、マックス超必殺技、まあ、今回シリーズ初めてという方にもしかしたら分からないかもしれないということで、マックス超必殺技というのはどういうものなんですか。
超必殺技の上にの上に位置する。あ、そうですね。さらに強い超必殺技みたいなこと。超が2つついちゃうぐらいの。そしてさらにその上のクライマックス超必殺技。これは超必殺技とはまた別の。別の。その各キャラクター最大の威力を出す。はいはい。なるほど、まあ、超絶すごい必殺 技があって、それのパワーアップバージョンがマックス超必殺技で、はい、まあ、それとはまた違う、まあ、はい、全然違う演出の技がクライマックス超、はい、究極の超必殺技的なものがクライマックス超必殺技、はい、まあ、これを今から12キャラクター、まあ、さんにプレイしていただいてご覧いただこうと思いますが、はい、まずそんな画面と一緒にですね、はい、シュウエイ、こちら話題の新キャラですが、主人公キャラとも言われていますが、こちらどういった設定なんですか。そうですね、はい、シュウエイは、はい、まあ、今回は紹介のラインナップに書いてるんですけど、はい、もう一人、名店君という枕を抱えた男が次にありまして、はいはい、ましたね、まあ、彼らと2人でタンフルールの元に修行している新しいキャラクター、あの画廊伝説のタンフルール。そうです、なるほど、まあ、ご覧のようにこういう大きな手の幻影を出して戦うっていうところですね。なるほどですね。イケメンで本当になんか主人公属性が強い感じの新キャラクター。そうですね、はい、まあ、ちょっと今ふうっと言っていいかわからないですけど、ストレートな感じの。そうですね、本当に正統派な感じのキャラクターになってますね。これまでの KOF とはちょっと雰囲気が違うような感じがするんですけど、デザインの特徴を教えていただけますか。はい、あえてシュウエイに関しては今までの KOF とは違う方向でデザインしました、はい、と言いますと、何ていうんですかね、はい、もうシリーズが長いですので。そうですよね、あえても若手のデザイナーに任せて、今の感性で作ってもらって、なるほど、まあ、若者とか女性とかを意識したデザインになってます、なるほど。で、今、はいはいはい、クライマックス超飛を残したんですよ。今ざっと一通りやってるんですけど、なるほど、クライマックス超飛をぜひみんなで。ちょっと下面手を振ることにやめてもらっていいですか。確かにやめてもらっていいですか。主人公は俺がもらったからみたいな勢い。めっちゃ入りますね。半分ぐらい、あれ2発当てればもうっていうことですよね。まあ、でもおそらくはこれは下にあるパワーゲージを3本使う技なので、はい、なるほど、はい、さあ続いてはおなじみユリ坂崎でございます、ね、まあ、こちらおなじみのキャラクターなんですが、うん、設定について改めて教えていただけますか。はい、龍子の剣から来ている、はい、まあ、おなじみのキャラクターなんですけど、今回に関しては、はい、前作の女性格闘家チームからちょっと抜けまして、お兄ちゃんの方の龍子チーム、なるほど、極限龍子チームの方で参加という設定になっております。なるほど、こちら技などの特徴について、渡辺さん教えていただけますでしょうか。はい、今作のユリはですね、はい、新しい超必殺技を増えています。新しい超必殺技、そうですね、極限流雷波っていう、まあ、本人は超再波って言ってるんですけども、はい、うん、なるほど、本人、このユリだけ超必殺技が3つあるという特徴です、ね、3つある。今コマンだけを見てるんですけど3つあります。え、はい、普通に考えたらじゃあそれと何ですかね、あのヒエン豪脚的な、ヒエン豪脚はコンボでそのヒエン豪脚がエルコンに、あ、ほんとだ、ね、おなじみのヒエン豪脚、はい、と、まあ、青昇豪脚ですね。おぉ、はいはい、超必殺技伝授のおなじみのあれですね。そうでございます、はい、で、ユリその3つ目と、はい、これが、いきますよ、はい、超サイファー、 あれは、お、あ、ちょっと贅沢にマックスマンもお見せしてみます。あ、ふと衝撃で吹っ飛んだって、じゃあユリもねクライマックス、クライマックス、はい、これを見ていきましょう。はい、いきます、よいしょ、はい、はい、おい、すげえ、いちいち高い、はい、すげえ余裕っちで滑る感じですね。あ、こんななんだ、ほんとバラエティ豊かなキャラクターですね。キャラによってカットインとかその変わりますね。はい、そして続きましては大門五郎でございます、はい、まあ、3D になりましたが 2D の時と違和感がないデザインでございますね、こちらね。黒木さん、こちら 3D にするにつれ、はい、なんか大門のこだわりっていうのはあったんですか。はい、デザイン変えようと思ったんですけど、変えれませんでした。それはまたどういった、いや、もう記号化されすぎて変えれなかった。まあまあそうですよね、はい、まあ、あとこの絵としてはこう分かる人には分かる、はい、あのマッチョでも固めの筋肉ではなくてちょっと脂の乗ったこう、そうですね、柔らかい筋肉、そうですね、この辺ちょっと見ていただけると嬉しいですね。レスラー系のこの、はい、おおなじみの投げ技ですね、はいはい、ありますね。そしてそしてこちらのステージの BGM には浅永さんのこだわりがあるということなんですが、はい、これは日本チームの BGM があるんですけれども、はい、まあ、歴代SNK プレイモアの本社のあるエサカというチームを、はい、つけておりまして、そうなんです。ここはやっぱりエサカという、やっぱりエサカ、やっぱりエサカ、
プロデューサーさんがやってます。なるほど。草薙京にやっぱりスポットを当ててますので、はい、ちょっと若返らせつつ貫禄も持たせつつというなるほどことを意識してます。そういうこだわりが。ちょっと今気になるマックス調皮をやってしまったんですけど、はい、どれですか。いきますよ、はい、これなんですけど、これ今スカルなんですよ。それダウン相手ってことですよね。やっぱりじゃあちょっと何からしゃがみ強キャンセルとかでできるんですかね。普通にあの転がして入るんですか。おお、そういうことか。かっこいい。ダイモムがあんなにジャンプするんだ。減るなぁ。なるほど。じゃあダイモンも次お、マックス。クライマックスですか。いきますか。氷天道地。氷天道地。そうだ、当て身なんですね。そうこれ当て身、当て身なんですよこれ。じゃあこれちょっとあのスタッフさんに有利でパンチしてもらって、はい、うまく当てられてね、はい、じゃあ行きますか。はい、あ、行きました。お、三ゲージ使って、お、目が開いた。開いた。ダイモンじゃん。ゾーン減った。すげえ。あ、もうほんと半分近く減った。あのダイモンの目が開きましたよ。ダイモンの本気。これがクライマックス強天道地ですよ。すごい技ですね。続きまして、はい、ハインでございますね、はい、こちら新キャラクター、ね、ということなので、小田さん、設定について教えていただけますか。はい、今回ギースがビリーとチームを組むということで、はい、もう一人新しいキャラクターを入れたいなと思いまして、はい、で、まあ、どんなキャラがいいだろうと、はい、で、まあ、上司があんな反乱の反乱のキャラクター、まあ、反乱、そうですね、先輩が若干こう反社会的なキャラクターで、ちゃんとしたやつがいい、ちゃんとしたやつ、うんうん、っていうようなギャップを、まあ、考えながら上品なキャラクター、はい、こういう感じに入ります。なるほど。ほうほうほう、なるほど。おしゃれ。ポーン、なんか、あ、今のがポーンって技ポーン。なるほど。こちら、ハインの技の特徴について渡辺さんからコメントをいただきましょう。はい、ハインはですね、はい、実はルークという技を出してもらえますか。ルーク、了解です。いきます、ルーク。これですか。そうですね。え、それを、はい、その後にですね、派生があるんですけども、ね、いきます。これですか。そうですね。それで弱と強で移動値、はい、移動量が変わるんですけども、あ、ほ、あ、裏にあった。そうで、こうやって相手を翻弄するのがキーになっていくキャラとなっております。トリッキーな感じなんですね。そうですね。トリッキーなスピードキャラクター。技の名前はね、あのチェフにつながる技が多いですから。確かにナイト、ビショップ、ルーク。そうです。これはキャスリングという技の名前なんですけども、チェスの用語でですね、あのあれですよね。ルークとキングが一応入れ替えるやつだ。ほうほうほう。じゃあマックス超飛いっちゃいますね。はい、ハイのマックス、クライマックス。キング。あ、違う。マックス違う。すごいな、飛びましたね。違う、今のは。これがマックス超飛ですね。あ、なんか無敵ががっつりありそうな。確かにそうです。対空にも使えそうですね。バリアーな感じですね。じゃあクライマックスの方行きますね。はい。ドミネーション。行きますよ。はい。ドミネーション。何これ、え、何これ、ほっ、え、重力、え、うわぁ、ひでぇ、ひでぇ、何これ、これどういう能力なんだ、これめっちゃ怖いです、やっぱりね。いや、これでも使いこなせればかなりテクニカルな面白いキャラクターになりそうですね。うんうんうん、はい、続いて、怒りチームからラルフ・ジョーンです。こちらの技の特徴について渡辺さん教えていただけますか。はい、今回のラルフはですね、はい、新しい必殺のラルフインパクトというラルフインパクト追加しました。はい、ラルフインパクト、どういった技なんですか。ですね、攻撃出るのが少し遅いんですけども、うん、はい、当たってしまえば自分のが先に動けますので、そういうので、うまく攻めを組み立てていけたらなという技ですね。それとあとガトリングアタック、従来のガトリングアタックが、はい、亀技からコマンド技に変わったので、あ、そうなんです、後ろ亀ですよね。そうですね、それはかなり、コマンド技に変わったので、ちょっと攻め方が変わってくるのかなというところですね。なるほど。で、マルカンパンチもあると。これ KOF13 と比べると印象が違うように思えるんですけど。はい、13のラルフも、はい、あの大きいラルフは我々でかっこよかったんですけども、ね、デザインのコンセプトの一つに原稿回帰っていうのが私の中でありまして、なるほど、であえて細くしました。まあ、デフォルムがちょっとガローっぽくなっちゃったんですけど、そうですね、まあこれはこれでかっこよくなったかなと思って。確かに、まあ、若干シュッとはしてますよね。はい、なるほど。あ、これギャラクターマックスバージョンですね。マックスバージョンとガードできない仕様なんですかね。あ、どうなんですか。マックス版のギャラクター、そのガードできます。あ、できるんですか。最大まで貯めていただくと、はい、あ、そっか、貯めができないんでしたっけ。貯めるとどうなんですか。これが最後まで貯まるとガードができるんですよね。98の時それでどんな思いをしたか、ね、あれなんですけど、分かんなかったりするから。じゃあラルフもクライマックス消費いきますか。はい、どんな技名言っていいですか。どう
ラルフスーパーファランクス。お、なんでしょう、上東州がしますね。ネーミングセンス、ネーミングセンスにしますね。いきますよ、はい、よいしょ。お、しゃべった。え、わかんねえ、なんだこれ、怖いよ。すげえ怖い、ニンニンみたいなこと言った。怖いですね、いや、かっこいいですね。かっこいい。戦場をなんかちょっと彷彿とさせる演出です。戦場から帰ってきたみたいな。いや、これ使いこなしたらかっこいいですね。本邦にしたいっすわ、これ。はい、続きましてはおなじみキングでございます、はい、こちらはね、シリーズおなじみのキャラクターですが、改めて設定について教えていただけますか。はい、もう何作にも登場してるキャラクターですけど、はい、まあ、今回はですね、今までよりも少しちょっと大人っぽい感じのセリフであったりとか振る舞いであったりとかっていうところになってますね。なるほど、はい、確かにちょっとより女性らしくなってる気もしますね。こちらじゃあ新しくなったキングのデザインの特徴を黒木さんから教えていただけますでしょうか。はい、キングの今回の特徴は、大根のファンの方は懐かしいの衣装の破けるのが入ってるんですけど、脱衣シーンがある。デザイナー間では他のキャラでもやったらどうかっていうのは話があったんですけど、はいはい、まあ、ジョーとかマイとか破けたら大変なことになりますんで、ジョーはちょっとトロックス1枚ですしね。そうですね、もうやめとこうかって話があって、マイの方来てないみたいなものですからね。そうですね、なるほど、はい、あ、じゃあその脱衣 KO みたいなのがある。そうですね、あります。キングとユリも、ユリがそうですね。これはもうこれは流行キャラのね、おなじみの設定なんですけども、ではキングのマックス超品のサプライズローズかな、はい、まあ、よいしょ、マックス超品ですね、2本サプライズローズ、おなじみのマックス、すごいですね。ではクライマックスの方いきます、はい、クライマックス超品がイリュージョンダンスなんですね今回。あ、そうなんですか。そうなんですよ、しかもなんか空中化って書いてあって、空中イリュージョンダンス、ちょっと今回空中から打ってみていいですか。じゃあ、はい、いきます、よいしょ。おお、宇宙で発動して一応でも、はい、使用能力で、でも発動、うわうまいな。空中から出せることによってやっぱバリエーションも広がりそう、ね、コンボとかきっと、ね、うんうんうん、センス牽制にもなるし、あるかっこいい。キング分かりやすくて、分かりやすいですね。続きまして新キャラクターのくくりでございます、はい、こちらは本当に謎めかしいキャラクターなんですが、ぜひ設定について小田さん教えていただきたいんですが、こちらはすでに発表になっている、はい、電気を使うシルビーっていう女の子と同じチームのメンバーなんですけども、はいはい、まあ、顔が見えなくてフードをかぶってて砂を使うっていう、砂使い、はい、特徴だらけのキャラクターではあるんですけれども、まあ、ぜひこのチームで、はい、ストーリーモードクリアしていただきたいなと。なんかダストリーに結構絡んでくることですね、その説明だと。そうですね、謎が割と解ける感じなんですかね、このチームで。謎が深まるかもしれない、謎が深まるかもしれない、解けるかもしれないし深まるかもしれない、砂、本当だ、砂ですね。そんなくくりのこちらの重厚な BGM ですが、浅野さんからサウンドについて教えていただけますでしょうか。はい、この曲はおそらくこの番組で初登場ということになると思うんですけど、はい、初お披露目です、はい、けど、まあ、今までの KOF にはなかったタイプの曲なんじゃないかなと、うんうんうん、確かになんかすごいあれですね、重厚な感じですね。そうですね、オペラ調、オペラ調、はい、まあ、チームメイトがあと残りがバラバラでイメージが全然まとまらなかったので、はい、ステージの方でイメージを膨らましてるんですね。そういうあれもあるんですね。じゃあ調皮の方も見ていきますか。はいはいはい、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 もう一個はマックスの方行こうかな。マックス、これどんなことなんですか。おお、めっちゃ砂、上から砂降らせて、なんか自分が先に動けそうですね。うん、どうなんだろう、ちょっと夢が広がる、硬直時間ですよ、うん、置いといてなんか嫌がらせできそうな感じですね。じゃあクライマックスの方行きます。どんな技かわからないから、どの距離で撃ったら当たるのかちょっとよく分かってるとりあえず密着でやってみれば、はい、なんとかなると思う。なんだ、何が起きたんですか今。何が起きたのかわからない。離れて打っても当たるんですかね。当たります、もう一回見ちゃおうかな。当たりますよ、当たります。ある程度、あ、そこは当たらない、さすがに。あ、当たる、あ、でもマックスではないですけどね、よくはフルヒットじゃないけど、まあ、中段ぐらいから離すと牽制にもなるかもしれないですね。あ、面白いキャラクターですね、人気出そうですね。確かに見た目も結構好きな方が多いですからね。ちょっとなんか言い方悪いですけど中二病的な感じで人気出そうなキャラクターですね。続きまして、城東です、はい、こちらがおなじみなんですが、技の特徴について渡辺さんからコメントをいただきたいと思いますが、はい、城東なんですけども、はい、おなじみの技が揃っています。ハリケーンアッパーとか爆裂ですけど、それに加えてですね、はい、特殊技にハイキックと
ステップハイキックっていうのを追加しまして、ステップハイキック、あ、そうですね、これですね、それともう一つハイキックっていうの、これか、それらが、連続でヒットするようになってますので、かなり強力な、はいはい、あんだけ減りましたね、はいはい、できるキャラになっております。なるほど、こちらおなじみのまあキャラクターなんですが、デザインの今回の特徴をロックさん教えていただけますか。はい、ジョーなんですけど、慶応人になってからいつもお笑い担当になってまして、あ、なってましたね、ケツ出したりする、そうですね、お尻出したりとかするんですけども、本来ジョーはそういうキャラでは僕の中ではなかったので、いや、あのガルオンやっていただければ分かるんですけど、すごい真面目なキャラクターなんですよ、はい、まあ、私がガルオンスタッフっていうのもありますので、シルエットとかモーションとかも、まあ、ガルオンに近いものになってるとは思います。なるほど、確かにこれはね、ガルオンの時はもう本当にすごいスマート、おスクリューです、はい、じゃあ次はマックス商品いっちゃおうかな。マックス商品一つ見せますね、はい、バクスラゴールデンタイガー、お、バクスラゴールデンタイガーじゃないんですね今回は名前からなんとなくわかりますよね。まあね、じゃあそういうとこありますか、はい、バクスラゴールデンタイガー、あー、まあまあですね、でもかなりやっぱ減りますね、うんうん、2本払ってるだけのことあります、ありますね。じゃあジョーもクライマックス商品いきますね、爆裂スクリュープレミアムもうジョーのネーミングなんとなくわかりますそれも相変わらずなんですよね、ものすげえスクリューなんだろうなっていうのは、いきます、はい、プレミアムだ、しかも横なんですね、横で縦じゃなくてスクリュー、すげえ両手一生懸命やってましたね、やってたのかな、あ、ジョー東です。続きましてチンゲンサイでございます、はい、こちらおなじみのキャラクターですが、こちらも設定について教えていただけますでしょうか。はい、今回キャラクターたくさん50体の追加の投入してますので、はい、最初からおじいちゃん枠を2人タンフルーと用意することができました、うん、その中シルバーチームとシルバーじゃないですけどシルバー枠の1人、シルバー枠の1人、はい、まあ、おなじみのキャラクターですけどね、こちらね、こちら今回の技の特徴について教えていただけますか。はい、チンゲンサイはですね、はいはい、お酒を飲む必殺技があるんですけども、推薦的なものですよね。そうですね、はい、でそのお酒を飲むとですね、攻撃力が上がっていきますので、はい、どんどん隙を見て飲んでいただくということで、隙を見てお酒を飲んでいただくと、ね、今回からちょっと必殺技の周りにそうやって、そうですね、酒を飲むことができますので、硬直時間を、そうですね、そうですね、お酒を飲むとできるみたいな、そうやってどんどん次攻めていくのか、はい、お酒を飲むのかみたいなのを選んでいただいて、これもトリッキーだけどすごい使いこなすと強そうですな、うん、これはちょっと消費の方も一つ、はいはいはい、エレンだから、はい、あれね、で、じゃあマックス消費の方いきます、はい、消費、よいしょ、すごい、あ、跳ね返ってくるってことはこれはもうそういうことで、可能性がですね、可能性が、可能性を感じる技ですね、はい、じゃあここまでにしとこう。じゃあ次、はい、クライマックス消費いきますね、はい、これ見覚えあるぞ、これがまーす、はい、ですよね、あ、エンプですか、うわー、これがクライマックス消費になったんですね、ちょっとシリーズのファンとしてはなんかちょっとおなじみの技でしたけど、そうですね、それがクライマックス勝利ということで、続いてはムイムイでございます。ムイムイ、こちら新キャラクターということなので、設定について教えていただけますでしょうか。はい、ドラゴンギャルという、人気のスロットマシンがありまして、はい、まあ、そちらの方から、登場したキャラクターなんですけども、スロットの方から登場したキャラクター、はい、なるほど、ゲームの方はまあ初登場ということで、はい、うんうん、まあ、原作の方はもっと担当してくらいの可愛らしいキャラクターなんですけど、まあ、KOF に出るということでこういう感じになってます、はい、なるほど、まあ、そして今回初登場ということで、はい、こちらムイムイのデザインで苦労されたということなんですが、こちら黒木さんどういうことなんですか。ムイムイの足なんですけども、こちらわざと太くしてまして、足をわざと太くしてる、はい、これが弊社の女性社員は全否定だったんですけどもなんと男性社員が割と受け良かったので、はい、まあ、もう意見が分かれるのはもういいキャラの証拠だなということで、まあ、そうですね、そのまま残しました、まあ、確かに女性の理想像と男性の理想像ってちょっとイメージがありますからねなるほど、まあ、男性はやっぱこれぐらいの方がもしかしたらね、っていう方が多いかもしれないです。いい具合にね、なるほど、肉感がある方がいいですね。中国健康的な感じですね。と投げ回り、かっこいい。かっこいい、このくるくる回すの。これこれ多分コマンの投げ。コマンの投げか。はい、コマンの投げです。ドラをイメージした。あ、なるほど。相手をドラに見立てて。はい、あ、なるほど。エレンのコンボ。そうですね。おお。すげえ。いった感じ。確かに。じゃあもう一個マックス超強い、じゃあ一個見せますね。下から前に2回いきます、はい、お、お、飛び道具、飛び道具、なんかレーザーみたいな、もう一回撃っちゃう、あー、すげえ、へえ、面
白い。面白いですね。はい、これはでもこれもねまた強そうなキャラクターが出てきましたね。じゃあクライマックスいってます。はい。いきますよ。はい。この距離やってる。あ、うわ、ドラゴンだ。エコーかかってる。あ、壊れた。あ、壊れた。おじいちゃん。すげえ。すげえ。こういうの。続きまして、牧島です、はい。まあ、おなじみのキャラクターだと思いますが、ね、こちらの今回の牧島のデザインにこだわりがあるということなんですが、はい、前のもともと渋いキャラクターなんですけども、はい、よりメカっぽさを強調して、そうですね、まあ、より男の子が好きな渋めのキャラクターに仕上げています。確かにメカっぽさが増してますね。だいぶ細胞感だ。細かいパーツがこう、はい、ひさざの時とかモーションに合わせて動くようになってますんで、マジですか、はい、パーツが動く、すごいな。ああ、どの技の時にどのパーツが動くのかっていうのをね、実際にプレイしていただいて確認していただきたいですが、はい、あ、なるほど。こちらのステージの BGM には浅中さんのこだわりがあるということなんですか。はい、はい、これ K ダッシュチームの BGM として、うんうん、はい、先ほどの日本チーム同様 KD 何々という、はい、曲名が、ね、はいはいはい、ね、代々一度やれるんですけれども、今回 KOF99 と2000で K ダッシュチームのはい、曲を担当者の人間に書いてもらってますので、あ、マジですか、まさに2000年以来手出しチームですね。手がけて、ぜひとも古くからのファンに聴いていただきたいな。もう本当に涙ものですね。すげえ話ですよ。じゃあ A 連打の消費が見えてますよ今、はい、あ、ダブルベイパーカナですね。ですね。でもう一個マックス消費でお届けします。 M24 型アトミックレーザー。お、なんだなんだ、ですか、レーザーだから端から打っても良さげだな。豚は、お、あ、すげえ、はい、これがマックス商品。人間じゃないですね。そうですね、人造人間じゃない。じゃあマックス長期を超えるクライマックス長期いきます。はい、何ですか、あのレーザーを超える長期ですよ。なんですか。3本を払って投げた。ファイヤーだ。そんなバカな。こんな。最後はサムライスピリッツから参戦のナコルルでございます、はい、まあ、おなじみのナコルルなんですが、うん、技の特徴について教えていただけますでしょうか。はい、ナコルルなんですけども、はい、一緒にママハハというタガと、はいはいはい、戦っていますの で、 そ, うです、ね、そのタカを使ってですね、タカを相手に向かって飛ばし攻撃したりだとか、はい、タカに捕まってそこから急降下して攻撃するなどの、はい、結構トリプルな攻撃するキャラクターとなっております。はい、まあ、サムライスピリッツやってた方はね、まあ、おなじみの技がたくさんあると思いますが、すね、なるほど、あ、サムライスピリッツですね。はい、ありますね。これ多分流月拳とか振り抜けるんでしょう。振りそう、うん、こちら今回ナコルルの声優を担当されたのはどなたなんですか。はい、中原舞さんに。あ、今回中原舞さんですか。フロントの方で何度か演じていただいてたので、はいはい、その流れで、はい、それの流れで今回の中原さんがこういう担当されているということで、あ、ママ母に捕まった。はいはいはい、じゃあ消費の方行くんですか。おお、ママ母を、ね、まだサムスピーから KOF に参戦する日が来るとは、はい、思いますが、ね、うん、ではマックス消費の方行きますよ。何の技なんだ、何の系なんだ、はいはいはい、じゃあ次はクライマックス。お、なんだろう、クライマックスしますよ。いきます、よいしょ、合体した。あ、お、戻ってきた。えかっこいい、かっこいい。さあ、まあ、12キャラクター、12キャラ紹介しましたが、いただきましたけれども、どうでしょうか、実際にプレイされてみて。そうですね、まあ、僕がコンボが面白そうな予感がしたのはちょっとムイムイとか。ムイムイですか。はい、ちょっとこれもうちょっとじっくり触ってみたいなと。龍が出てきたやつですね。そう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 、ムイムイ、あれ最後コンボフィニッシュに決めたいじゃないですか。決めたいですね、ああいうのね。前野さん的にはどうですか。僕は、技見ててもラルクのあの最後の演出、あれずるいわ。あれちょっと忘れ、あれで持っていけますね。あれちょっとムイムイ超えてるな。あれでちょっと KO ってやったらちょっと全部持っていける感じがするんで確かにあれやってたら勝ちみたいな。あれそうですね。ではここでお時間となりましたので、開発の方たちとはお別れとなります。はい、皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さてここからはですね、先ほどの追加キャラクター12体を使用しての対戦を、はい、お届けしたいと思います。はい、まあやっぱりね、キャラ性能を知るにはこう実戦が一番ですから。まあ、そうですね、実戦が一番ですから。はい、そしてなんとこの対戦のために、うん、KOF プレイヤーの皆さんにお越しいただきました、この方々でーす。どうぞー。あー、ズネと申します。はい、KOF の方は94からということですので、まあ20年以上プレイしております。はい、テクニックと申します。
して藤本さん、はい、給付は98からやってます。キャベツです。まあ僕は一応94から触ってて、まあ知ってる方は知ってるかもしれないんですけど、まあ、知らない人は多いと思うんですけど、うん、まあ昔はちょいちょい大会で結構好成績を残して、そうですね、結構できたんで、今回はこのプレイヤーを3名様と、うん、そして一木さんを交え4名でトーナメントを行っていただきたいと思います。なお皆さんの使用するキャラクターは収録前に決めておりまして、うん、はい、ほんの少しだけですが練習をしていただいております。こちらどんな対戦になるか楽しみでございますね。ちなみにこの収録だいぶ押しているので一木さんはあまり練習をしておりません。第2試合目スタートでございます。はい、はい、まあ、キャラセレということでね、まあ、駆け引きはここから始まっています。はい、はい、これでも今までいたキャラ同士の島対伊藤東ですね。どうするの、かぶせられたこのキャラ、強そうな、強そうな技を振っときゃ。どうしようか、スマッシュですね。はい、あ、なんかもうやってる、話すよ。おお、タイガー。タイガー。あ、どうした、どうした。タイマンキット。あ、まあ、危ない。あ、いい。あ、でも、右側にない。タイガー、そうか、タイガーとか、右側違う。なるほど。おー、タイガー。上見えてる、上見えてる。これ、もしかして、タイガーせいでしょ。うるさい。タイガーパー。あー、ちょっと今ね、いいですね、通常でね、ペーパー、あー、コンボやった、コンボやった、コンボやった。おっと、お、俺バッテリー剣からのコンボしか知らない。あー、まあ、はい、キャベツさんがまず、まあ、序盤は、あー、すごい、皆さんこの目感どうしよう、まあ、おー、いいですね。あー、てかこれ、なんか飛び道具なかったっけ、なかったな。おー、あ、今の、ダメだ、ダメだ、何が強いんだ、こいつ、何が無敵かもわかんない。おなんかあるぞ。違う。まあ足がね、特徴的でしたけどね。あ、なんかそのここでもしムイムが破れるようなことがあると一木さんだいぶ厳しいですね。確かに、うん、どうしようどうしようどうしよう、何が強いんだろう、分かんない。あの、足がムチムチしてるのが好調だって先ほどあのあ、それだけは覚えてる。なんか出た、なんか出た。はい、発動。あ、これワンチャンまだありますね。どうしよう、何やればいいんだろう。はい、なんかあった、思い出した、技が当たんじゃないか。戦略が苦しいところですね。なんかとりあえず打ってみる。あー、仕掛けるよ。はい、あ、出ない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 。とりあえず、あー、まだ、何やればいいか分かんない。あと一発がちょっと遠かったですけど、まあね、一人ずつ倒したっていうところで、シュウメイ対ムイムイですね。おー、そうか、どうすんのこれ。これ対空なのかな。あ、すごい。あ、この人練習してますね。練習してますよ。たまたま、はい、ちょっともう自分のものにしてますよ。はい、出て、おー、ちょ、怖い怖い。俺何もできないのに。ダメですよ、はい、いやもう離していく。あ、空中移動とかしっかりありますね。とりあえずゲージをかけてるんでしょうか。とりあえず、あ、結構削れたな、はい、これ対空違った。あ、もうやった、ちょっと俺あの練習時間1時間もらっていい。まあ、いや、まあそうです、まあ練習じゃない、シンクロ率ですか。許さん。まあ言うてもまだね、キング残ってますから。残ってるけど、うん、ここからまあ大逆転。ラウンド4レディー。はいはい、まあ実質、まあ新鋭のまだ体力がね、はい、ほぼ満タン、スタート満タンなんで、もう実質ここから2人抜きしなきゃいけないっていう状況ですけど。あ、分かった、おーしおーしおーし、おい、いいですね。怖い怖い怖い、あ、ちょっと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 、怖い怖い、何信用者やってきてんの、何ちょっとこの人、本当におい、あ、ダブルスパイク、あ、怖い、ウェルキック、あ、ちょっと、もう一回、うわ、出ない、あれ、またね、あ、ダメだ、お、おっしゃ、はい、はい、お、投げてきましたね。全然当たんねえな。おお、トラップ、すげえな。EX の状態だから、やっぱり、とりあえず、ね、打っておきたいなって、だからダブルストライクばらまいたりしてるわけですよ。めっちゃ打ってきました、そういう作戦が功を奏した感じですけれども、いよいよ、まあ、泣いても笑っても、ユリとキングで、こちらで勝った方が、第一試合の勝者となりますね。この県対決、そこに来て、そうですね、どっちが勝っても脱衣するかもしれない。あ、ぜひ、やばい、ぜひ、貢献かベノムストライクで勝負を決してほしい。あ、ちょっと、ラグビーか。はい、遠心強そう、遠心強そう、あ、強い、ダメダメ、そのね、上級者はなんか通常技で牽制しようのが記憶好きなんで。あー、ちょっと、あ、すごい、マジか、安い、うめえな、安い、
ここで打っていく。おお。うわ入ってる。どうしよう、とっさにやれ、何やれるか分かんなかった。あ、射撃。いいよ。あ、タッチ。あ、じゃあ、射撃が危ないです。あ、息詰まる展開だ。息詰まる展開です。あ、やってない、やってない。ちょっともったいないことした。もったいないことした。今のはちょっとやったつもりがなかった。あー、知ってる。あ、そっかそっか、これはできない。あー、やばい、やばい。あー、やばい、やばい。入りましたね。うわー、あ、やばい、やめたけど、演出的にはあまり見えないフィニッシュ。いやー、からのあーんって押してこない。仮クライマックス同期で対空取ってきた、はい、捉えましたね。ということで第1試合はガメツさんの勝利でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。これキャベツさんはどう見ますか。これはもう本当に今市木さんが言った通り、やっぱ新キャラ、はい、3キャラで固めてるっていうちょっと不利というか、まあ確かにそうですね、慣れてない部分ありますからね。いくらナコルルが選手、サムスケ2キャラといえど、お、いや逆にナコルル対市木殺しが狙えると思ってるんで、相手も知らないから、なるほど、知らないからってね、はい、なるほど、そういう考え方もありますね。お、おわ、なんか慣れてるな、やっぱりサーティーンではあったかのような動きを。そうですね、うん、はい、今でもまあ拮抗してますね。あ、そうですね。しかしズネさんがむしろナコルルがちょっと押してますね。そうですね、ズネさんがちょっと押してる感じですけど、まあ、空中ではシーンが取った。おお、行き詰まる戦いですね。で行き詰まる戦いですね。このまま飛ばして体力も、わー、しかもナコルルが若干有利。あ、うわー、マジか、スーパーキャンセル、すげえな、うん、しっかりワンコンボ、ふっと対決でナコルル、第1試合目ナコルルということで、まあ、ズネさんの勝利ということになりましたね。体力結構余裕、さっき触った感じだと連続技伸ばすよりも結構しっかり立ち回るキャラっていう感じだったので、なるほど、はい、割と地味ですけれども使って面白いこの短時間そこまでですな、うん、連続技もしっかりやってますね、ワンコンボ、さすがゴッドファーザーというところですね。競争競争とゴッドファーザー僕も初めて聞きましたよ。いや、海外で言われてるけど割と距離の近い人たちが初めて聞くという異名がね。で、ダイモンですよ、これ。うっ、痛い、痛い、痛い。あ、でもね、ここから一発が重いですからね、ダイモンはね。ママハハよくて、よくあの超、おお、頭上払い、よく超受け身で受けられるな、ダイモンの圧がやばいですね。圧やばいですね、本当に。確かに。しかしナッコルルの中で、うわー、間合い入った、はい、投げた、こっから、お、駒投げをジャンプで避けた、すごい、はい、おー、うわー、うわー、結構つかみ投げですね。飛びしっかり見てますね、見てますね、やっぱり。ということで、ズネさんが、まあ、ピクニックさんがズネさんを今、はい、ナコルルを下したということですね。中堅戦ですね。あ、ここでまた新キャラですよ、はい、あ、このキャラ使いたかったんですよ。おー、くくり、くくり、砂扱いですね。かなりとっつきづらそうですけど、うん、使いやすい、割とスタンダードなところもありつつ、なるほど、トリッキーな動きもできるっていう、うんうん、このキャラがストーリーになんか深く関わってきそうな感じですよね。ズネさん喋りながらちょっと回転する余裕があるっていう、そう、なんか慣れてる、うん、なんかそういうのをずっとやってきた人っていうのが、ね、なるほど、あ、見た目に反して名前が可愛いですよね、ずっくぶり、うわー、うわー、そういうのを入れて、よー、入るな、まあでもまだ分かんないですよね、結構持ってかれてますね、はい、はい、お、遠心長い、はい、くくりがジャンプ、落とし、おっと、なんだかんだでダイモンが打撃で、ますね、はい、さあ、バーキャンで、おー、いい勝負だ、発動した、ここで生発動の、うわー、ミックス、なるほど、まあでもいい勝負でしたね。そうですね、いやラルフちょっとゲージが多いんで、いね、ちょっとこの嫌なところありますね、はい、伸ばせるキャラだと思うんで怖いですね。確かにラルフ、相変わらず強パンチの振りが早い、強いね、やっぱりね、強パンね。さあ、ピンクさん、ここで早めにクブル倒したいですね。おいい軌道だな、すごい、よく見てるな。おぉ、皆さん、本当もうすでに技をここで打とうとか、なんか知ってる、うん、おぉ、よくやって、スピック、これはまだまだまだ分からないですね、体力もだいぶ、ゲージ差でちょっとややピクニックさん有利かもしれないですね。フルゲージやっぱり上級者はやっぱり3人目までいく感じですね、拮抗する感じですね、やっぱりね。さあ、ここでまた新キャラ入るんですよ。これ読めないやつですね、あの、うん、チェスの技が多いやつでしたね、うんうん、ポーンとかビショップ、ね、ビショップ、ビショップ投げ、わー、拮抗してる、ジャンプでノックアウトが5点、お、通常投げ、おー、通常投げだ。さあ、下段から、お、ほうほうほう、
かっこいいな、このキャラ。流れる連携技ですね。移動する際にメガネクイッていう。おぉやるのか。おっと落としてしまうが、まだわからないですね。まだわからない。ゲージを止めよう。おぉ待って、吹っ飛ばして仕切り直し。あ、煮詰まるよ、と。おぉ、発音まで入れ込んで。おぉ、返してる。返してる。ガーキャンしたのか。ガーキャンっぽい。ガーキャンか。もう、ガードされてもいいから発動してゴリ、欲しいけど、ありだな。使ってしまった。さあ、ラルフがゼロゲージになるか。おぉ、まだ分からない。EX 技で突破して。さあ、スパイン、どうする？スパキャンを打ってしまうが。おぉ、とぉ、決まった。ということで、第2試合は、ピクニックさんの勝利。かっこいい。ではいよいよ決勝戦でございます、はい、キャベツさん対ピクニックさん、つねさんこの勝負どう見ますか。いやー、これどっちも前作で使っていたキャラクターが入っているので、あ、そうですね、はい、うん、いつきさんはこのゲームらしい新しい要素を見せてしっかり勝ってくれることが期待したいですね。キャベツさんがやっぱり趣味で、さっきまあコンボとかのやつでいい動きしてたから、この差が当たんねえぞ。あ、でもあれですね、ピクニックさんがちょっと押してる感じですね。チンでまず、おー、空中投げた、はい、おー、もう13で見たことあるような、あの今展開が一瞬当てにから、おー、マジだ。あ、今暴発ですか、調理は。いや、あれは位置によって入りますね。位置によって入る。そうなんだ。おー、いい勝負だ。もうそんなこと知ってるんだ。さあ、画面端でこれチン苦しそうだが、いや、がワンコンボで返す。お、マジか。うっ、あ、ゲームオーケーだ。怪しい。怪しくないよ、怪しくないよ、今ちゃんと見てたよ。ピクニックさんがやっと喋った一言が怪しい、怪しい、今のは怪しい、今のは怪しい、怪しい、一体どういう意味がある怪しいところがさすがですね。そうですね、さすがですね、ということでキャベツさんがまず1勝ということですかね。さあ、ピクニックさん先ほどで、先ほど雲掴み投げで勝利をつかんだアンタイプでしたけれども、最高だった。おっ、ちょっと避けて、いやもうこれ、キャベツさん、今ユリ、イケイケですね。ユリちょっと乗ってますよね。探しいからのゲージ投げとか、ライオンで乗っかって、はい、あ、もう、これよく見ますね、探しいで落として、ちょっと今、自分のリズムっていうところですかね。キャベツさん逆に、確かにたまに格ゲーであるんですよね。あ、これ俺のターンじゃねえって言ってね。今ならいける、今ならいけるって。通常投げも噛み合った。おなるほど、おお、変な動画、今のが漏れちゃった。ワンチャンあってもしれないですね、もう入れた。あら、頭が、ダウン中の相手しか掴まないんですよ。なるほど、ダウン中の相手、普通に立ってる相手掴まないんで、ダウン中のみっていうことで、あれはありですね、やっぱり今のところ、キャベツさんが有利かっていうところなんですけど、ただまあ、まあ先ほどね、はい、このラルフで勝ちましたからね、はい、お、飛ばし、あ、しっかり、小学校で体育、いや、ユリもいやらしいキャラになりましたね、今回ですね。言い方。いや、しかしこの13と2002の頃のユリの動き、両方を取り入れたような手堅い立ち回りなので、それでずっと圧倒してます、圧倒してますね。なるほど。キャベツさん、2002の時のもうユリ使ってましたね。あ、そうなんですか。もうじゃあ持ちキャラなんですよ、ここで。うん。わー、ここで。持ちキャラで。ようやくそのユリを。ユリを倒して。このゲームは負けてる側すごい一人倒されることにゲージ増えてきますんで、あ、ラルフはゲージが大量にありますね。そこからもしかしたらということですね。お互い4本という、まあもうすぐ5分になりそうな感じのね、あれですから。うわー、投げを避けて、あーっと、あ、もう半分減って、おおー、わ、しっかり減ってる。しかもこれはマックス勝負ですね、2本払って。おー、ラルフの、あー、もしかして、おぉ、ゲージ使っていく、マジで。これはもう番組用のためにわざわざ、番組のためにわざわざ全部入ってくれた、全部入ってくれた、ありがとう、かっこいい。これピクニックさんの勝ちでしょ。これはちょっとやられましたね。確かにそれぐらいのインパクトが、これをやったら勝ちって聞いてた。確かにそれぐらいのインパクト確かにありました。こっちもね、まだ残してるね、ゼロゲージとはいえ、通常技でもラルフイケイケだった、破壊力ありますから。ワンコンボくれたら確かにきついけど、おっと、逆いった、刻んで、また、いや、まだ分かんないけどね、マスターランコンボ逃げるのかかっこいい、あ、なんか落としていった、ごめんごめんって、あ、え、何それ、あー、
わざわざ狙いまで出てきた。あんななんかダッシュして相手の前に行ってしっかり狙いました。うわー、打撃ですよね。これは打撃ですよね。今、駒投げかのごとく走って深い読み合いの末に読み合いの末の打撃ですね。勝ったのにこんだけ言われるということで、優勝は、キャベツさんでございました。ありがとうございます。さあ、盛りだくさんの内容でしたね。盛りだくさんでした、ね、はい、そうなんですが、そろそろ終了のお時間となってしまいました。はい、はい、ということで皆さん本当にご視聴ありがとうございまし た。次回はですね、7月中旬に配信を予定しております。さらにすごい情報を盛りだくさんでお届けする予定でございます。お楽しみに、はい、それではまたお会いいたしましょう。はい、バイバーイ。プレイステーション。